はい、国重です。ということでね。はい。今ですね、ミームコインが結構猛威を振るってますね。ドッグウィズハット。ね、これソラナのね、ドッグウィズハットがね、また上がり始めてるんですよ。はい。これがね、こんなチャートになっています。まだこれ上がると思いますけどね。アーサー・ヘイズがね、これをね、推奨してたんですよ。まだ40円だった頃にね、これ買っとけばよかったかなと僕は思ってるんですけどね。あと、フロキーとかね、ドージコイン。ドージコインも上がり始めましたね。ドージコインがね、上がり始めて、もう一段高いところに行くんじゃないでしょうかね。ドージコイン。これは期待ですね。はい。ということで、ニュース見ていきましょうか。で、グレースケールのビットコイン ETF が約100億円の資金。1月デビュー以来初の純流入ということでね。まあ、グレースケールといえばね、手数料が高いんでね、みんな他のところに行っちゃったんですよね。ブラックロックとか。しかし、またなんか、グレースケールの ETF に戻ってきてるということみたいですね。手数料高いのに戻ってきてるということ。なんかおかしなことが起こってますね。はい。で、ソラナは第3の主要仮想通貨になる。フランクリン、テンプルトンの見解ということでね。第3というと、第1がビットコイン、第2がイーサリアム、第3がソラナという意味でしょうかね。まあそうでしょうね。で、4つの分野に期待されていると、ソラナね。一つ目がデフィン。ね。分散、物理型、物理インフラネットワーク。ね。デフィン。二つ目、決済。マイクロペイメント。3番、コンプレッション。NFT。4番、CLOB。セントラルリミット。オーダーブック。というのはね、これについてはまたね、今度見ていこうと思いますけどね。特にこの決済ね、ソラナで決済をするっていうのが今後起きてくると思いますし、ね、まあ、イーサリアムのもね、ソラナも ETF が承認されると思いますけどね、僕は。で、ソラナ今後期待できますね。持っといた方がいいと思いますけどね。あ、ソラナちょっと見てみましょうか。ソラナ、今2万2000。対数で見るとこういう風なイメージで、これはまだ上がると思いますね。まだ上昇の3割、初期段階ね、3合目まで、高い山のね、3合目まで来てるという風なイメージじゃないですかね。はい。ソラナ、今後とも勢いがついていくと思います。まあ、実体経済でね、使われていくということなんでね。はい。皆さん、ここで売ってはいけませんね。ここでむしろ買い増しという方がいいと思います。
あと、このチャートですね。このチャートを見てください。これはですね、横軸に、日付っていうか年度の対数、縦軸に価格を見たときに、ビットコインが直線上に乗りますよと言ってるんですよ。ね、と比較として NVIDIA と Amazon、Microsoft、Google とかあるんですけど、NVIDIA はちょっと最近伸びてますけどね。あとの企業は、まあ、あんまり伸びてないんですよ。まあ、ビットコインと比べるとね、ビットコインと比べるとちょっと見劣りするんですよ。まあ、そのぐらいの差がついてるってことですよね。はい、ビットコインはちょっと別格であるということを言っているのと、あとこの直線上に乗るとしたらですね、この上振れ、直線の上振れ、下振れをね、繰り返しながらこう上がっていってるということで、で、今まで下振れだったんですよ。下振れ。下に振れてると。こっからですね、上に振れる段階に来るんですよね。まあ、4年周期っていうのがありますから、こっから、この次の上振れ、どこまで行くのっていうところがね、面白いところではありますね。まあ、あと1年間はかなりの面白いことになると僕は思いますけどね。はい。あと株式の方はね、いつね、ちょっとこの傾いてくるかっていうのがね、ちょっとね、まあパッとしたAmazon、Google とか特に、まあなんかテクノロジーが革新的なテクノロジーないですよね。Amazon とかも、あんまりちょっと革新的ではないですね。ちょっと NVIDIA とかね、Microsoft はね、AI 関連でね、結構いいと思いますけどね。まだまだ AI 関連で、いいんじゃないでしょうかね、NVIDIA。しかしね、まあ、いつかはね、ちょっと暴落するんですよ、株式市場は。で、来年かなと思いますけどね。ビットコインはね、まあ、暴落っていうか、暴落と急騰を繰り返してね、こう、まあ、直線上にこう上がっていくわけですから、まあね、まあ、長期保有がやっぱりいいですね。まあ、売ったり買ったりってね、しない方がいいですね。どっかのね、変なね、YouTuber に騙されてね、売ったり買ったりと、やらない方がいいと思いますということで、まあ、あと1年はね、もっといきましょう。あと1年。まあ、長期で持つのが一番効率がいいですから、何も考えなくていいですしね。ということで、はい、以上になります。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。